皆さんこんにちは。レディオキューブアナウンサーの宮原えりかです。今日は城田和也アナウンサーに代わって月木ブログに登場しておりますっていうか、今週毎日多分登場しております。なんでですか城田さん、もう嫌なんですか？みんな城田さんのファンなのに。今日は何の動画を撮りたいかというと、なんとこの度私観光三重のホームページの記事を書いていただきました。どんな記事かというと、毎週金曜日夕方5時からマジックアワーという番組を私担当してるんですけど、そこにレギュラーで出ていただいてる三重県の写真家の中瀬優斗さんが三重旅カメラ部っていうのに所属してまして、でそこで三重県内の撮った写真について記事をアップしていくことになっているそうなんですけど、そこで先日私と一緒に、あともう一人西口さんっていう、あのまたいつも出ていただいてる三重県の写真家の方と3人で行った伊勢のポートレート撮影についての記事をアップしてくれました。嬉しい。内容はカメラ初心者、私最近カメラを始めたよって話したと思うんですけど、そういうカメラ初心者でもうまく写真が撮りやすいアドバイスとかをしている記事になりますので、よかったらご覧ください。ということで本日はそんな宮原観光三重に乗ったよっていう話題でした。以上です。こんな感じで大丈夫ですか？はい、じゃあ皆さんぜひ見てね、記事。じゃあ明日金曜日のマジックアワーも聞いてください。おやすみなさい。